皆さん、こんにちは。カプリです。お疲れ様です。今外から帰ってきました。外はもうなんか台風っていうか風が強いですね。今日買ってきたのが夕張メロンソーダ。これは数量限定だそうです。これ冷えてないので冷やします。ほらこの色ですよ。普通メロンって言ったらなんか緑色なんですけど、夕張メロンってオレンジなのかな。こんな色です。まあ冷やして飲みたいと思います。それと小池屋のポテトチップス、うま口醤油、九州うま口醤油味です。これ普通のね、九州のなんだっけな、うま口醤油じゃないんですよね。奮闘菌、あ、奮闘菌醤油、奮闘菌、うち奮闘菌なんですよね。ほらうま口醤油味です。九州限定かな。他のとこにも売ってるのかな。それとポッキーチョコブラン、なんだろう、ポッキー美味しいですよね。それと今から私はじゃん、お寿司を食べます。お昼ご飯です。いただきます。かっぱ巻き、うん、おいしいです。おいしい、私これ大好きなんですよ。いやーまた太る、あー太る。それとね、かりんとうかりんとうも買ってきました。なんかね、あの台風が来るとなるとなんかお菓子とかドロリッチもちょっと買いだめしたんですけど、お菓子とかジュースとか買いだめした。あれ地震かと思った。買いだめしたくなりますよね。なんかこれ緩んでんのかな。タコ、ニュース見てないからあれだけど、台風どうなってんのかな。台風の影響か、風は強いんですけどね。じゃあまたレビューしますね。こう冷やしてデビューします。また。じゃあまたね。じゃあねー。